どうも山上です。さあ中岡と東堂から連絡があるまで寺田屋で体を休めておくか。はい、寺田屋に戻ってきました。連絡を待つんですね。うん。はじめさん、中岡さん戻ってきてます。2階へ行ってあげて。はい、わかりました。中岡さんだけ戻ってきてるんですね。うん。東堂ちゃん、あ、音瀬さんも俺の部屋の前で待ってるじゃん。はじめさん、そろそろお出かけ。中岡はんそこで待っとるよ。待ち合わせしとるんやろ。声色が一気に優しくなった感じがしますな。ははは、行くか。中岡さんは龍二と薩摩藩邸に行ってたんだっけ。お、窓辺に佇むいい男がいるじゃないか。いや、戻ったか、龍馬。はい。ああ、それで最後の方はどうだった。俺が予想した通りだったぜ。キュー、例のフォトグラフを見せた途端食いついてきやがった。キュー、あとは桂がこの話に乗ってくれるかどうかにかかってる。確か桂については東堂が生松の店へ向かってたはずだ。そろそろ戻ってきてもいい頃だが。怪しいな。その店行くぞ。結局わかった。け、え、なんだ。桂さんは疑り深そう。結局行くんだね、花ちゃんのお店に。東堂！東堂。お前。誰が？会合の件。桂さんは来ると。生松さんから。どうだ、何があったんだ。武田さんに見られちゃって。官僚さん、医者を呼んでくれ。はい。 そんなことより早く武田さんの口を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡、あんたはすぐに新選組に行って土方に。急いで急いで、武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺近藤さんに合わせる顔が。東堂、武田さんは生松さんの店にいます。早く。分かった、だからもう喋んな。よかった、死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ。しっかりしろ東堂。お龍、東堂を頼む。はい。中岡、俺は武田を追う。あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。分かった。官僚さん、いや任されても困るよね。お龍、お龍、うわー、東堂、マジここでふざけんな、マジ何やってんだ。官僚祭、官僚祭、早く生松の店へ行かなければ。おえー、武田、あー切られたんだ。武田強えんだ。いやー、松の家急げ。うわ、これは東堂ちゃんの血でございます。東堂ちゃん、東堂ちゃん、あ、入っちゃった。ごめん。もう心配すぎても離れたくないよ、もう。でも、命がけで、どこで看病してるんだろう。命がけで、伝えてくれたんだから僕が行かなきゃいけないのは分かってるけど、なんでだ？なんで好きな男はみんな僕の腕の中で死んでいくんだ？あんな、のんきに食事取りやがって。クソ、行くか。行けますね。なんだよ。寺田屋戻ってこなければよかったよ。こんな。許せん、林博士。バーサス武田官僚祭が来るのか。行くね、うん、桂小五郎は来ると、会合に来ると言っていた。ふーん、うーん。結局な、好きな隊長5人が集まって未来はいい方に向かっていると思ったんだけどな。もうダッシュできた、なるはやできたぞ。いるかこの野郎。おい頼む、出てこいこの野郎。お
花ちゃんは女だぞ。武田、おお、誰が来るかと思うたら、お前とはな、てっきり平助は土方のとこ行くと思うとったが、本所ちょっと遠いのでね。何をしている、伊藤のところへ向かったんじゃないのか。安心せいや、平助はお前らの患者やったっちゅうことはわしの胸にしまっとく。なんで、じゃそれより切った一緒に酒でも飲まへんか。どういうつもりだ。取引したいんや、あんたらと。なんやて、取引やて。なんだと。お前を殺すことに変わりはない。ここは泥棒で、このままやとわしも五両英治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。花ちゃんを話せ。ならいっそ長州にでも雇ってもろうた方がええ思うてな。長州だと。お前ら桂とつながりあるみたいやないか。わしと五番隊の連中面倒を見てもらえるよう取り継いでもらえへんやろが。武田、お前、それとも平助みたいにここでわしにもてあそばれるだけもてあそばれて捨てられるが。恥辱、恥辱したの。好きな方を選べや。おい、おい。旬来て、早く旬。やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するんは平助みたいな若い男に限るわ。貴様。ヒュー、お前がゲスでよかった。ああ口封じのためじゃない。何の躊躇もなくお前を殺すことができる。花ちゃん、やる気なんか。答えるまでも。そうか、残念や。こないなところで我ほどの男を殺しとはないんやけどな。え、二丁拳銃。あの井上源三郎を殺した銃や。坂本龍馬って男にもろたもんや。許せん、許せんよ。自動装填式大口径だ。なんて、最新の軍学兵器の前じゃ検出など意味がない。それを証明したるわ。そうか、ならその銃も仇の一つというわけだ。一瞬や、勝負は一瞬で決まる。死ぬ覚悟はできとんな。いつでもいいぜ。来い、死にさらせ、このボケが。このゲス野郎が、すがすがしいほど、あ、ちゃんと表には出た。幾松が、じゃ、見てる、ちょ、待ってくれ。ほんとすがすがしいほどのゲス野郎で、笑いがこみ上げてくるぜ、武田貫流斎。マジかよ。東堂ちゃん、もてあそばれてたっていうの。うちの東堂ちゃんを傷物にして、その上花ちゃんのうなじを舐めてペーってやったの。なんて贅沢な男。許せんよ、許せん。あの銃ごと手首を切り落としてやるしかない。東堂の思い無駄にするわけにはいかない。東堂の思いでもいいな、なんか。林博士は嫌いにならんな。林博士、くそ。まあ来ると思ってたけどさ、お前と戦う日が行くしかないか、俺も拳銃で行った方がいいのか。刀だと振りっぽいか。いや、どうでしょう。刀、いやいや、おーら、行こうぜ。おら、おら、東堂ちゃんのケツの味が忘れられねえってか。この野郎が、この野郎が連打でいける、連打でいける。ちょい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 ち
おらおら、たまに当たるか当たるかいな、バカ。わ、掴める、掴め、掴めないか、いって、いって。おいおい、あ、やばい、なんか倒された時に、オーケー、もう、華麗に勝って、あ、花ちゃん。花ちゃん、うなじは消毒しときな。カツラここにちゃんとチクろうな、チクろうな。クソ、こいつどうやって当てたらいいんだ、遠くからバンバンでやってた方がいいのか。そうだな、こういうことだ。避けながらガンマン対決だ。二丁拳銃はずるい、二丁拳銃はずるいじゃん。ここ隠れながらでいいんじゃない、隠れながら。ほら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 、俺は俺は行って、やべえ、なんでだなんでだ、あいつすげえダメやな。よし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 、避けながら、避けながら、至近距離の方がいい。隠れよ隠れよ、バーカ、当たらんよ当たらんよ、頭を使え頭を使え、今だよ、ほれ。はあ、拳銃の時代ですね。刀の時代は終わったなんて言わせたくない。あ、強い、強すぎる。早く終わっちゃう。お前にはお前には甘美な死を与えてやらねばならんよ。わあ、来た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 、お前許さんからな。絶対ゴロちゃんにチクってやるからな、ゴロちゃんにチクってやるからな、チクってやるからな。おら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 、あい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 、いいよいいよ、今のやってこ、今のやってこ。あらたくさい、せい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 、おら、何やっとんねん、何やっとんねんって聞いとんのや。行こうか、堂々ちゃんの分。いいよ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 、おら、あとはもう腹に打ち込んでいきます。オッケーオッケー、楽しい、銃強化しといてよかった。はぁ、堂々ちゃん、あ、ごめん。カツラ、お前ら何してるんだ。起きた。東堂平助はここ、油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。何だと、どういうことなんだ。それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう後戻りはできひんで、ゴロちゃん、はじめちゃん、ゴロちゃん、起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を斬る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に、絶対に、うん、新選組を守るために。ああ、そんな、ああ、綺麗な涙を流すじゃない、油小路に。そういうことにするのね。ちょ、受け止められん、受け止められんよ。伊藤貸したろは、伊藤貸し、あー、でも伊藤貸したろ、そっか、ダメか、大宮の会合を決行するまで殺しちゃならんのか。ラストにかけてどんどん死んでいく、どんどん死んでいきます。笑ってないと泣いちゃうから。はい、坂本龍馬をおびき出す大宮の会合は明日の夜開かれる。まだ時間があるし、何が起こるかわからん、十分に準備をしよう。
はじめさん、ちょっと聞いて。どうした？明日の夜やけど、先にうちが女中として大宮に潜り込んできます。大丈夫か？何？中の様子が落ち着いたら、うちが土間からのろしをあげます。うち入りの時はそれを合図に。お前は大丈夫なのか？大丈夫やって。これくらいしかうちには協力できひんから。すまない、お寮。助かるぞ。まだ明日の夜まで時間があるようやし、準備するなら今のうちにしててや。はいはい。うん。布団にアクセスすると自由に時間帯を変更できます。大宮へ行く準備が整ったら、ここで大宮へ向かうを選択してください。スパイなんて行かせなければよかったんだ。スパイなんて俺が行けばよかったんだ。俺が。自分を責めるな、はじめちゃん。あなたのせいじゃない。でもとりあえず暗いとね、夜だとね気がめいっちゃうから、明るくするか。うん、昼にしよう。うわぁ、大宮行く前に今日はちょっと心の整理だな。うん、心の整理しながら一回豚所向かってみる。兄弟に情が移らないか。うん、ないとも言い切れんな、私は。兄弟、あ、なんだ、俺の部屋の前で。うん、準備ね、準備言われるとラストだなって感じがしますな。はい、行ってきます。うん、そう、東堂ちゃんは、そうだな、近藤さんの命を全うして、天寿を全う。あんな若いのに貸したろ、若いのに。くっそ、本当に許せねえだろ、林博士は。ちょ、マジでさ、桂さんには伝えよう。武田寛流祭、花ちゃんのうなじ舐めてたので切り殺してやりましたわって言ってやろう。あ、豚所行こうとしてたんじゃん。カゴ使って行っちゃおう。もうやり残しを減らすにする。はい、前に進まねばならんよな。泣いてたって歴史は変わらないのかもしれない。どれだけの犠牲を払っていけばいいというんだ。ただいま、こんにちは。特に、ああ、なんかもう寂しくなったね。あっちで稽古してる平大使もいないし、あ、他の隊長陣いないんだ。え、大宮に向けてみんな寝ちゃってんのかな。そっか、もう全然いないでござんすね。あら、あら、もうもぬけの殻よね。むしろ近藤さんがいなくなった今、新選組はほぼ死んでしまっている。もうマジで掃除してるやつしかおらんな。ご苦労だな。もう別に吐かなくてもいいんじゃないか。綺麗好きか。よーし、今日どうしようかな。ふんバトルダンジョン行きます。コツコツ進めてね、多分ラスト1個のダンジョンが残ってるみたいなので、それを動画内で収めるとしますか。はい。そんな大使も集めてるとは言えないんだけれども、はい、豊臣家の残党をぶちのめしています。最後だね。豊臣秀武を倒せ。豊臣秀武なんていないでしょ豊臣家の残党、これいきますか。私のパーティーはこんな感じですあんま大使を集められてないんだけど、こんな感じでご利用してきました。今回もいけるでしょうか。基本的にね、品田のたっちゃんと力也は連れて歩いてるんです。顔が好きだからね。行くか。いけるかな。もうちょっと育てた方がいいのかしら。どんな感じで私がバトルダンジョンをやっていたかご覧くださいよ。ゴリ押しの推しです。奥の部屋まで行っちゃっていいのか。行くか。行ってみるか。とりあえずね、とりあえずだから、この戦いは。はい、この先が豊臣秀武の部屋のようだ。秀武でいいのか。このまま入るか。入ってみましょう。参ろう。うん、
うん、よくぞここまでたどり着いたな。我が名は豊臣秀武、関年の徳川への恨みを晴らさんとここまで兵を集めてきた。どっかで見たことある顔してるね。誰だ。まあいいか、お前が豊臣秀武。貴様を倒し、今こそ豊臣の旗を掲げようぞ。行きます。はい、ご了承。はい、設定必勝。オッケー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 。基本的に銃をぶっ放して遠距離で殺していく、そういう作戦に出たいさ。あ、待って、槍はずるいじゃないですか。やべやべ、囲まれちゃちょっとやばいので、やべえので一回距離を置いてぶっ放します。ぶっ放していく。仲間のね、援護というか攻撃力が強いので、僕はこうやってぶっ放していくだけで勝てると聞いています。勝っていきます。あはは、当たるんかい。その大太刀当たるんかい。やべ、いい形上がった。イエーイイエーイ、こうよ、こっち来てみろ、ボケナス。おれ、お前にはもったいなかったな。まあいっか、よしよし。いや、でヒートを食べて、ヒートを食べて、死ね、死んでくれ、頼む。あー、やばい。ちゃんと一発で勝つ、絶対に一発で勝つ。一発で勝つんだい、僕は。ちゃんと薬たくさん持っててよかった、持っててよかった、クモン式。あー、とりあえず人数減らして、よし。あとは2人、あと2人ぐらい、2人ぐらい、オッケー、いつの間にかこんなに減っている。連射大事件。1対1になったら冷静に行くから、おっしゃ、オッケー、拾う。ありがとう。刀で行くか、刀。あー、嬉しい。たっちゃんが相手の動きを止めてくれるので、いつも助かっています。お前育ちかな、あの顔わかんないけど。ガードができんな。うわ、来いよ、来てよ。ガード弾かれる。よいしょ。ヒートバンバンで決めていくか。やっぱ銃で、ちょっと離れて銃で行った方が。なんこの体力ゲージの色がバカみたい。はい、楽しいです、ちゃんと楽しいです。じゃ離れて銃がいいと思います。いいや、もう全然惜しみなく使う。金ならある。惜しみなく銃使っていく。来ないで。いいぞ。動き止まってる。今だ、連射でいけます。皆さん、私は敵を見ずとも連打しているだけで勝てそうです。龍馬ちゃんのおかげで。うわー、こんなダサい勝ち方ある。そんなことをやってきました。ランブル行く、ランブル。なんかランブルヒートで行くか。ランブルもたまには、死ぬ。一回待って、ちゃんと回復させて。ふざけてるから、絶技でいくか。刀の絶技。オッケー、作戦は決まった。行くぜ。オーラ、行け。聞いた。絶技で勝っちゃいました。あぶねー。倒せた。ぐぬぬ。豊臣の名を語り、ここまで築き上げてきた我が軍勢がこうもたやすく壊滅されるとは。いや、結構たやすくなかった。楽しかったよ、ありがとな。我が名は育ち。やっぱ育ちか。ニッチなキャラ置いてくるな。育ち秀武、この乱世に乗じ天下を狙う我が野望が、武人としてこの借りは必ず返す。もう終わりだよ、バトルダンジョン終わったんでしょ。はい、もう帰っていいのかな。お疲れ様でした。バトルダンジョンなんとかコンプリートじゃない。任務は片付いた。豚所へ戻るか。戻ります。オッケー。20両のお仕事はこんな感じだ。オッケー。一発で20両稼げるのはありがたいけれども、そのためには部隊育成が肝心ですね。はい、よし、終わったぜ。結構時間かかりましたね、バトルダンジョンは。はい、なんとかかんとかバトルダンジョンもコンプリートです。よし、ふう。他に豚所でやり残したことは、マジで誰もいない豚所。今日はここで終わりにしますか。そうっすね、東堂ちゃんが命がけで守ってくれたものを胸にね、龍馬暗殺事件行きたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。